コンチャータ・フェレルは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州生まれの女優、声優である。1943年に、ウェストバージニア州チャールストンに生まれる。地元の大学へ入学し、社会教育学を専攻して卒業。女優としてのキャリアは、ニューヨークを拠点とする劇団、サークルレパートリーカンパニーへの参加を経て、ブロードウェイデビュー。その後、オフブロードウェイの演目、 ザシー・ホースにも出演し、ドラマデスクアワードと、オビー賞も受賞した。1974年にシットコム、モードで、テレビデビュー。1976年には、シドニー・ル・メット監督の、ネットワークで、映画デビューを果たし、その後も、ジュリア・ロバーツ主演の、ミスティック・ピザにおける女主人や、ティム・バートン監督の、シザー・ハンズにおける役が強い主婦など、 早くながらも数々の作品に出演。1994年に出演したサムライカウボーイでは主演のゴーヒロミとも共演している。その他、特徴的な声を活かして声優としてもいくつかの作品に出演した。2020年10月12日、西部カリフォルニア州ロサンゼルスのシャーマンオークス病院で新疾患のため77歳で死去した。 コンチャータフェレル三四巨枚女優、シザーハンズ出演。東京新聞東京ウェブ、https コロンスラッシュスラッシュ www.tokyo-np.co.jp、ok、スラッシュアーティクルスラッシュ6 1 7 6 4 2 0 2 0年10月24日閲覧。ハーパーボーイズ、LA ローコンチャータフェレル、77歳で逝居。 海外ドラマナビ、https コロンスラッシュスラッシュ dramanavi.net スラッシュドラマスラッシュニューススラッシュ2020スラッシュ10スラッシュ lawna.php2020 LA 年10月24日閲覧。ありがとうございます。